本当に。いや、言わない。そうや。はい、北のおじいたちのゲスト、ハルキュンです。いや、どうも、こんにちは。ハルキュンです。今と、無事にやった。今回は動画配信に来て、動画の動画です。お疲れ様です。エロそうでエロくないジェスチャーだけでやっていきます。進化したね、2年で。やる企画はあんま変わってないけど、またやっぱり2年で変わったこと言えば、僕らが運に減って、トーナーさんも運に減った。そうです。私もどっちも努力してないです。やっぱ運に入ったということで、健全にいかないとっていうのがあるじゃないですか。確かに。やっぱ攻めた企画はできない。いやいや、今声ダメでしょ。今回はエロそうでエロくないジェスチャーを一人一個やってもらって、それは何なのかと果たして当てるので、はい。あ、でもこれどれどれじゃん。あ、もう今のもうこれうどん作ってるだけ。いやいや、遅い。この面々を見てもらったらわかると思いますけど、僕が一番エロくないんです。もう早速やっていきたいと思います。はい、いいですか？やってます。顔もやばい。はい、お答えください。違います。普段もこうやって言ってないでしょ、こんな。泥の泥を取ってるみたいな。あ、違う。ああ。ワンポ系の数を一方まで増やしてる。ああ、惜しい。やばい、ドエロになっちゃう。確かに。ドエロすぎるな。当てれなかったらドエロってことですか。そうじゃん。そうじゃん。やばいじゃん。これ高校時代絶対みんなやったと思うんですけど、フリスクがあと何粒くらい入ってるのか。なるほど、なるほど。若干無理さんが被っちゃうんですけど、じゃあやらせていただきます。いや。これダメだよ。あれ？いや、それダメでしょ。口もちゃんと真似してる。あれ？3か。顔は？お前じゃねえだろ。全然ログやする。全然ログやこれで。あの絵がやばい。みんなからやばいよ。でもダーツかなと思ってる。正解です。ダーツ。なんで日本やってやるから日本投げたい時あるから。次へ行かしてもらいますよ。はい。いや。顔がやばいでしょまず。顔やばい。本当に。言わない。そうや。相手気使うよね。出してたね相手を。自分がしゃがんでね。いやこの手の形がないからねまず。この手ってないよね。相手にハンデを与えて腕相撲をしてる。いや全然違う。全然違う。何これ。本当にわかんない。なんかもう肘を強打して悶絶してる人。ああ、それか。関係ないパターン。ああ、悶絶だけでは意味一緒ですけどね。ちなみに何系ですか。いやもうやっぱりアブノーマル。やっぱりってなんだ。お願いします。こっちかな。グーじゃなくて。かわいそうだよ。でもやっぱりアブノーマル。手袋を履く。あ、惜しい。こうね。こう。ボクシンググローブ。すげえ。え、嘘。なんでわかんない。なんで。じゃあ最初は奥まで行ったのは。あれはちょっと大げさにやる。僕でちょっとね。ここでやらないんです。おう。これで。ダメじゃん。おい。いいの北口これで。こいつのズボン大丈夫。中心をでしょ。あ、ちょっとマークしてるわ。牛の父を直飲みしてる人だ。ああ、その手があったか。大丈夫ですか。正解は車の下の整備中にシュークリーム食べてる人です。シュークリームはなんとしねえ。仲が好きだといいじゃないですか。なるほど。はい。お前なんつったか。いや、仲が好きってだから。仲が好き。俺はお前だけ。お前は俺だけ。前回半音だからな。最近 TV。こんなやつですね。じゃあいきますよ。はい、1番。あーえあでもそんな日常で声出すってある？声がちなみにジェスチャーゲームで声出しちゃダメだからね。あ、そうなんだ。いやマジで僕がやったらどうなる？僕がやったらどうなる？もうやり最後はいやいやそれは本当本当確かに途中からあーってなってあーってなる感じ。ああ分かった。おこの13階から飛び降りた人大正解。高いとこから落ちてて地面に叩きつけられた人すごいすごくないすごい落下中だと思ってみて当てはめて映像でああああいやいやそんな暇ない。そんな暇ない。いやいや。せーの。は。あ。あいく。いやだめだ。それだめそれだめだ。それだめだ。言ったな。誰か言うと思ったんだけどな。